ポーズよやっぱり。素晴らしい言葉だと思います。私は生きる。どんな手を使ってでも。かっこいいんだよな、デリキス、やっぱ。極端だよな、本当に。いや、ここボイス付きしたのマジでいいよね。これ、デリキスどんくらい武装ついて、待って、これさ。この1枚でウィルキス戦うの実は結構しんどくね。これさ、被弾がとっても怖いんだけど俺。相手が何だろうと敵なら戦うまでよ。凍結バレット装填。おい、これね、増えすぎじゃね。あそんな予感した。そんな予感したよ今俺。これね、あ、底力外して、底力。ですね、底力があるからなんとかなるさ。なんとかなるか。いや、そうなんだよ、中途半端なの。底力さ、この中途半端な残り方されるとさ、こっから死ぬんだよね。いや、マジでそう、あのミニマップ神だから本当に。いや、こういうのよ、こういう命中率が怖いんだって。だから命中率がね。え、でもさっきのダメージだったら死なないし、底力発動してるから死なない。 OK、 OK、 大丈夫。そう、底力あるからとりあえず死なない。とりあえずクリティカル死なない限りは死なない。クリティカルしか死なない。てかやべえ、もう12時半じゃん。見とこ。あっ、あぶね。さっさと終わらせる。もうマジでさ、アンジュリーデさん、アンジュリーデさん、アンジュリーデさん、ちょっとアンジュリーデさん、ちょっとマジで勘弁してほしい。アンジュリーデさん、アンジュリーデ、うん。いや、これ援護防御があれば反撃してるんだよ。でもこんなん 14% でも 7% でも変わんねえよマジ。ちょっとマジでやめてほしい。ちょっとマジでやめてほしい。ちょっといやー、スパロボしてるな。スーパーロボ対戦してますね、これは。これはスーパーロボ対戦してますね。これだから、これだから、これだからよ。これだからよ、マジで。全くこれだからいけねえんだよ、マジでよ。マジこれだからいけねえんだよ。アンジュリーデ様マジでさ、アンジュリーデ様マジこれだからさ。これだ
からマジでよくねえわ。前回はそのトゥーハデダランとかで倒すためにちょっとやっぱ残してたのがいけなかった。しっかりね倒しておけばねきっとなんとかなるはず、きっとなんとかなるはず。まあ、あとはあのそもそも 18% とかには連発で当たんなければいい。マジで色わかんねえあいつら本当に。毎回2体は絶対忘れ。はい、防御ね。もう 30% 怖いわマジで。もうでも一発ぐらい、一発当たるまでは正直反撃していい気はしてんだけど、奥のね、奥のでっかいやつがどう来るかはちょっと分かってないから、そこを含めて一旦ここは防御していこう。ほら当たるんだよ、マジ。もう 40% って当たるんだよね。やっぱ 40% って当たるんですよ、このゲーム。40%、ほら当たるんだよ。ほらもう、アンジュはすぐ当たるんだから、こうやって。こういうこと出るとさ、バリアのありがたみわかるよね。こう当たりそうだなって思ってもさ、とりあえず反撃できるじゃん。よかった。よかった。で、なんで俺すでにもう結局アンジュの体力半分まで減ってんだよ。いや、そう、避けらんないんだよね、結構。絶対ね、これね、走行が大事になってくるんだよ、このゲーム。このゲーム、絶対走行が大事。いや、これとかさ、反撃をし、適当に反撃して、残しといて、ほら、またアンジュ当たるんだよ。アンジュまたそうやって当たるのか。アンジュお前またそういうことするのか。アンジュまたそ、また、またお前そういうことするのか、アンジュ。なあ、アンジュよ。なあ、アンジュよ。お前またそういうことするのか。多分さっきのダメージ的にもう一発耐えれるんだよね。もう一発耐えれるから、さっきやっぱ走行を上げたから、もう一発ギリ耐えて、もう一発耐えて、底力がいい感じに発動してくれるはず。いやー、マジでアンジュは。なんでだろうな。なんでアンジュ毎回こんな、アンジュ毎回こんな風になるの。なんでアンジュそんな死んでしまうん。